バスで歌うよ。いい話だ。よいしょ。あれ、なんで白鳥出てんの？ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーミヤハナちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。はい、はい、ふぅ、ふぅ、お願い事してふぅして、お願い事決めた。これからはなちゃんの誕生日ケーキの試食会です。イエーイ。どれ食べたい？はなこめチャンネルのクッキー。ん？じゃあ P。 はなちゃんの私は H にします。これはかぼちゃとチーズでできてるみたいですね。へー、美味しそう。ではいただきます。いただきます。うん、うん、かぼちゃの感じはしないな。なんだろうな。でもこういうお菓子あるよな。あー、ちょっと出てこないけどこんな感じのお菓子がある。まあ普通に食べれるね。うん、かなり薄味だけど。そうだね。まあワンちゃん専用だから。うんうん。ケーキに行くんですけど、うん、あの人形の部分がマッシュポテトでできてますっていう説明だったの。うん、一応ね、フルーツデコレーションケーキっていう名前なので、うん、どこかはフルーツなんだと思う。え、これじゃないの？これが何かわからない。なるほどね。うん、トックってついてるこのクッキーに関しては多分花ぽめチャンネルのクッキーと同じじゃないかなと。色も同じだもんね。ケーキのあの水分取ってるからちょっとしっとりしそうだけど。あー、それでかな。うん、食べる？あ、じゃあいただこうかな。味の違いを。いや、ついちゃったけどいい？うん。あ、すげえしっとり。あれ、うまいぞこれ。ん？味同じ？うん、味は変わんない。このクリームがうまい。甘いの？全然甘くない。うん、じゃあハート、ハートどうぞ。ハートいただきまーす。うん、いけるかな、いけるかな。見てる。よし。あ、これは甘い。なんだろうこれ。いちごかりんごかだと思うんだけど。いちごだと思う。さすがにいちごなんだ。うん、甘味料の甘みじゃなくて普通にフルーツ的な甘みなのかな、これ。普通に甘い。へえ、いける。あ、いちごっぽいね。うん、普通に甘い。じゃあこの真ん中の、うん、黄色いのいく。これいけるかな。これどうなってんのこれ。うん、これ、このオレンジ色の、うん、ね、うん、ん？栗？モンブラン？かぼちゃかな？栗は大丈夫？かぼちゃか。かぼちゃだと思う。栗はね、入ってないと思う。じゃあ、いただきます。あ、完全にかぼちゃです。かぼちゃか、これ、うん、これ外側がフィルムついてるんだよね。どこで剥がすんだろう。でも、ザクッと食べちゃうか。うん、にしなくても。で、いける。 OK、 取れた。すごいね、しっかりしてるわ。すごい、本当だ。見えてないでしょ、そんなに。見える？うん、スポンジっぽいものがちょっとこう見えてる。うん、でね、好きなとこから食べてください。じゃあここら辺からサクッと。はい、それ美味しそうだな。いただきます。あ、ほんとにケーキよ。ほんとになんか生クリームとスポンジみたいな感じなんだね。うんうんうん、へー、普通のショートケーキっていうか。うん、あ、生クリーム、普通に。なんかね、うん、やめた方がいいよ。うん、やめとけ。本当に？うん、本当にやめた方がいい。生クリーム。生クリーム。甘い？全然甘くない。生クリーム。甘くないな、うん、食感とね、うん、舌触りは完全に生クリーム。でもまた私食べるとこないじゃん。え、このパンを食べればいいんじゃない？ポテト？うん、それはスポンジでしょ。あ、本当だ、スポンジも甘くない。うん、ちょっと上の方の生クリームちょっとチョンってやって食べてみたら。うん、やめとく。どうやって食べよう。ちょっとさ、顔潰すの嫌なんだよね。これサクッてちゃいけない。こうやってサクッて。待って。そう。ケーキ入れと。
てん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 。それ、これ違うか。てててててんてん。それ、卒業証書授与じゃない？あ、卒業だったっけ？定義に言うとちょっとだいぶ違うかもね。あー、かわいそう。じゃあ、後ろから行ってみたら？後ろから行く。あ、これもなんかついてるじゃん。お、なんだこれ。これなんだろう。リンゴ？違うかな。うん、リンゴだ。これちょっとさ、こいつバタンと倒れたくない？平気、平気だね。お、甘い。うん。甘いというか酸っぱい方が強いのかな。あ、10円ハゲ。すごい黒い部分だけ取れた。ね、いいね。じゃちょっといただきます。はい。うん、うん。何何何？ごまだ。ごま？え、ごまなんだこれ。マッシュポテトだけど、クロを出すためにごまを使ってるんだと思う、うん、あ、ほんとだ、うん、すんごいごまの風味。あ、ごまあえがこんな味になるよね、うん、うんうん、あ、美味しいねこれね。はなちゃん黒だったからごまあえだったけど、うん、他の子だったら違う素材で味を出してたんだよね、うん、きっとね。あ、何で出すかわかんないけど、例えばなんだったらさ、なんだったらさ、白ごまとかになったんじゃないの。白ごまって茶色くなる？それこそ茶色くなるんじゃない？かぼちゃじゃない？かぼちゃか。かぼちゃだと黄色すぎるのかな。なるほどね。普通に美味しいわ。ね。こんな感じです。はい。ケーキは。なんだ。ああ、偉いね。お前食いそうだな。ハグダメだよ。いいね。うん、偉いね。はなおお、顔もう、背けちゃって。偉いね、みんな。意外といける、俺。マジで、うん、甘くないだけだよ。甘くない方が俺好きだからね。ああ、そっか。うん。へえ。普通に美味しいよ。いいの食べちゃって、俺。うん、食べちゃっていいけど、大丈夫なの？これで最後にするわ。はい。今日は。時間的にね。うん。またね、明日、責任を持っていただきます。はい。ありがとうございます。普通に美味しいよ。うん。でもほんと可愛いよね、これ。よくできてるよ。うん、めっちゃ可愛い。崩すのかわいそう。でも食べるためには。あ、今日は崩さないよ。あ、今日崩さない。今日はもったいないから。でもギリギリまでちょっとね。すごいね。なんだ、なんだ、肌の後頭部だけなくなってるんだよね。うん。いい感じになくなりました。ありがとうございます。はい。美味しかったです。美味しかったね。うん。ハクトのこの顔がね。うん。もう。半分眠いんだろ、お前。どうせ。うちに来てからほとんどこの顔。はい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 。あとで遊んであげるから。ふかふかしてるからちゃんと座って。うん、ありがとう。偉いね。君だけで寝て寝転がってんの。俺も寝てた。お前も寝たか。すごい顔してる。私主役なのに。ハナごめんよ。ハナ。よし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 。主役なのに私。よし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 。主役なの。ああ。し、撮ってます撮ってます。ね、撮ってますよ。本当わかりやすいねこの。いいんだけど。ちゃんと撮ってるよ。主役は花ちゃんだよ。おめでとう。あー、おめでとう。ビバースデーイーヌーってね。めちゃめちゃ見えなくそう。はいはいはい。花ちゃんちゃんと座って。座って。ねえ、偉いね。ソーシャルディスタンスを保った3匹でした。ね、はい、ということで今日は、花ちゃんの誕生日ケーキ食べました。ありがとうございました。おめでとうございました。ね、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、またねー、手振ってくんねーの、手振ってくんねーの、バイバイ。あ、こっち。またねー。